はい、今回はドラフト1位候補選手動向についてお話をしていきます。このチャンネルは阪神タイガース情報を配信しているチャンネルです。阪神タイガースファンの方でチャンネル登録していない方がいらっしゃれば登録よろしくお願いいたします。ということで本編の方に戻りましょう。ドラフト1位候補選手動向ということで、今回はですね、ドラフト1位の可能性がある選手の最新状況をですねお届けしていきたいなというふうに思っております。はい、ドラフト1位指名候補、誰だとかっていうそういうところはですねもうかなり前からやり取りしていますので、いいかなというふうにも思っていまして、じゃあその選手たちのですね、直近の成績、どうなのというところがあまり他のチャンネルとかでもですねまだ届けてられないのかなというような感じでしたので、そのあたりをですね、改めて届けていきたいと思います。はい、まずはこの選手から順番に見ていきましょう。金丸夢人投手です。金丸投手はですね、関西の六大学のリーグに所属しておりまして、9月の15日ですね、15日昨日ですね、2戦目の登板を果たしたというような状況でございます。でその時の内容はですね、リリーフで1イニングというような状況だったんですけれども、対立命館大学戦で田中選手はキャッチャーフライ、竹内選手はレフトへのツーベース、星野選手は三振、野寺選手も三振ということで、1回を投げて無失点1安打2三振というような形でですね、金丸投手ということを考えれば上出来まずまずかなというような感じだったんですけれども、実はですねこの金丸投手、今年の春の5月にですね、関西学院大戦でですね、腰の違和感ということで、正確に言うと骨挫傷だったんですけれども、腰の違和感を覚えて途中降板をしていました。でそこからですね、なかなか投げるっていうことを、せずにですね、この秋リーグまで、挑みまして、でようやくですね、今年の秋リーグから少しずつピッチングをしているというような状況でございます。で2試合目ということなので、投げること自体はですね、順調に来ているのかなというふうな感じなんですけれども、先発復帰は、10月頃の予定ということで、このあたりがですねドラフトにどう影響するかっていうのがですね、注目のポイントなのかなというふうに思います。やっぱり去年振り返ってみるとですね、草加投手であったりとか、阪神も下浦投手そうだったんですけれども、腰ではございませんけれども、肘ということでトミー・ジョン手術に、入団早々に踏み切ったというような経緯もあるので、やっぱり投手でですね怪我っていうところはですねなかなかこうつきものではあるかなというふうに思うんですけれども、この状態でプロに入ってすぐに投げられるかどうかっていうのがですねまだ分からないかもしれないなという、一抹の不安をですね金丸投手に抱かせられるようなですね状況なのかなというふうにも思っていて、この骨挫傷ですね、腰の骨挫傷からどういうふうな具合でですね回復しているのか、果たして、1年目からバリバリ投げることができるのか、このあたりを、見定めるにはですね、10月以降の先発登板を見ていかなければならないということで、結構こうドラフトとですねもう近づいてきてしまっているような状況なんですけれども、ここの判断をどうするかということですよね。はい、阪神にとってはですね、下村投手のトミー・ジョン痛かったですし、もし金丸投手が取れてですね、またちょっと怪我でなかなかこう思うように投げられないというようなことがあれば、ちょっと2年連続ということにもなるので、このあたり慎重に指名していかなければならないのかなというふうにも個人的には思っております。金丸投手の持っているですね能力はスピードであったりとか制球力であったりとか、このあたりはもう皆さん、ご存知の通り、確実にドラフト1位候補になりますので、あとはその怪我の部分ですね、ここだけなのかなというふうに思っています。はい、またですね金丸投手先発登板しましたらそのあたりもお届けしていきたいなと思います。はい、続いてはですねこの選手見ていきましょう。宗山塁内野手です。はい、宗山選手はですね、六大学に所属しておりまして、現在ですね、秋リーグのオープン戦の最中というような状況ですね。で直近の試合ですと、日本製鉄の鹿島との試合で、3安打猛打賞ということで、第1打席にタイムリーツーベース、第4打席にセンター前ヒット、最高の、最終打席にセンター前ヒットということで、猛打賞締めで、オープン戦を終えたというような情報が残っておりますね。
で、まあ、その以前のですね、エネオス戦でもホームランを実は打っておりまして、まあ、オープン戦でですね、まあ、2号ということで、エネオス戦では2安打。まあ、春先の不調を覆すような打撃を、現時点では見せてくれている状況ですね。で、まあ、春の六大学リーグはですね、オープン戦でデッドボールを受けてしまって、それでですね、骨折をしてしまったというような経緯がありまして、春リーグはですね、まあ、プロ、キャリアの中でもですね、まあ、一番、低い数字になってしまったっていうのが宗山選手だったんですよね。5試合の出場で、打率1割7分4厘というような形にはなってしまったんですけれども、まあもちろんそれまでのキャリアとか、そういうことを考えればドラフト1位濃厚ということは間違いないんですけれども、春リーグでちょっとこう評価を下げてしまったような感じの宗山選手だったんですけれども、この秋リーグに向けてのオープン戦ではですね、改めてやっぱりバッティングの良さをですね、示してくれたのかなというふうにも思っています。で、これから六大学のですね、秋リーグ突入しますけれども、ここでどういうバッティング見せてくれるのかで、また宗山選手の競合が増えるっていうところにですね、左右されると思いますので、宗山選手のバッティングですね、やっぱりバッティングに注目をしていきたいと思っております。はい。まあ、阪神タイガースで言うと、やっぱりショートはですね、まあ、補強ポイントではありますので、この宗山選手の動向というのは注目ですし、まあ、ただ個人的にはですね、やっぱりこう木浪選手を今年使っていて、まあ、結果から言うと打てなくて、で小畑選手を試そうとしたけれども怪我してしまってっていうところで、あとはやっぱり高寺選手と遠藤選手、このあたり試していないっていうところもあるので、やっぱりこれらの選手を試さずに、宗山選手の獲得に走るっていうと、やっぱりこれまでのドラフトがですね、なかったかのようになってしまうかなというふうにも思っていて、宗山選手よりも、まあ投手もしくは1、3塁の、大型内野手、まあ、このあたり獲得に行くべきなんじゃないかなというふうには思っているんですけれども、まあ、ドラフト1候補であることは間違いないと思いましたので、まあ、最新の状況をお届けさせていただきました。はい、続いてはですね、この選手見ていきましょう。西川美翔外野手です。はい、西川選手はですね、トートリーグに所属しておりまして、トートリーグはですね、すでに、秋季リーグが開幕しております。で、参戦を消化しておりまして、状況からお届けすると、國學院大学戦で、9月の9日は3打数の1安打2フォアボール、9月の10日は2打数のノーヒット2フォアボール、9月の11日は3打数の1安打で1本塁打ということで、まあ、西川選手のパワー、やっぱりパワーですよね、持ち味は。これをですね、11日の國學院大学戦ではですね、まあ、遺憾なく示したかなというふうに思っています。で、このホームランはですね、まあ、インコースの球だったんですけれども、うまく肘を畳みながら、さばいた一発で、まあ、もちろんパワーっていうところは、存在感あったんですけれども、まあ、ホームランを打つ技術ですよね、まあ、このあたりもうまく示せたんじゃないかなというふうに思っています。あとはパワーヒッターにこうありがちなですね、まあ、どんな球でもどんどん振っていくっていうようなスタンスではなくて、9月の9日10日ではですね、フォアボール2つずつ選べていますので、まあ、制球眼っていうところもですね、西川選手の武器になるんじゃないかなというふうにも思っています。で、この11日の試合をですね、広島の高山スカウトが見ていまして、コメント残しているんですけれども、力むことなく内からバットを出すことを意識していたように見えましたと。だからファウルにならなかったということで、まあ、インコースのさばき方非常に上手だったよねというようなコメントになっておりまして、まあ、同じような感じにはなってしまうんですけれども、やっぱりこう技術力ですよね。西川選手はパワーに技術力を兼ね備えた選手であるということが言えるのかなというふうにも思っています。で、外野手登録でですね、西川選手出場しておりますけれども、高校時代内野手ということもあって、内外野両方守れるんじゃないかというふうに言われております。まあ、阪神タイガースで言うと、まあ、外野手はですね、ちょっとこう、プロスペクトの選手が多くいるような状況なので、まあ、どちらかで言うと、内野手でですね、野手は欲しいなというような状況ですけれども、西川選手サードとか、まあ、このあたりいけるんじゃないかなというふうにも思うので、まあ、阪神タイガースのこう、これからのサードというところをですね、担う存在になれるんじゃないかなっていう風な期待があると思います。はい、あと最後一人ですね、この選手見ていきましょう。渡辺誠也外野手です。はい、渡辺誠也選手は、関西六大学リーグに所属しておりまして、関西六大学リーグはですね、もう4戦が消化されているような状況でして、まあ、渡辺選手大暴れというような感じですね。神戸大学院大学戦9月の2日4日ではですね、4打数の2安打4打数の1安打、
まあ、そのうち1本がツーベースでした。で、まあ、9月の2日はですね、ホームラン1本放っています。で、対龍谷大学戦ではですね、9月の14日、6打数の5安打ということで、大暴れですね、本当に。で、3塁打も1本ありましたし、9月の15日、5打数の2安打ということで、まあ、それぞれにですね、複数安打放っているような状況でございます。で、渡辺選手はですね、やっぱりパワーが売りの選手の外野手なんですけれども、まあ、この4試合でですね、確実性も示したんじゃないかなというふうに思っておりまして、この4試合の結果は非常に大きなものであるというふうに思っております。春リーグではですね、打率2割2分0厘とちょっとこう低迷してしまったんですけれども、まあ、そういうところでですね、ちょっとこうムラ感があるというか、まあ、打てるシーズンと打てないシーズン結構差が激しいんですけれども、まあ、そういうところではあったんですけれども、まあ、今年の秋はですね、まあ、かなり上振れするような形でですね、現在成績伸ばしておりまして、このドラフトに向けてですね、ぐんぐんこう評価を上げているような状況でございます。で、渡辺選手もですね、外野手登録ではあるんですけれども、内野もできなくはないかなというような感じなんですが、まあ、外野ということで考えるならば、ちょっとこう選手的には重複してしまうような選手が結構多くなってしまっているので、なかなか阪神タイガースドラフト1位という絵は思い浮かびづらいんですけれども、まあ、いずれにせよですね、阪神タイガース以外の球団は間違いなくこうドラフト1候補に、検討しているんだろうなというような選手ですので、紹介させていただきました。はい、まあ、こういった形でですね、まあ、大学のビッグ4というような形にはなるんですけれども、西川選手、渡辺選手、あとは宗山選手、金丸投手ですね、の状況をお届けいたしました。はい、この選手以外にもですね、注目の選手いらっしゃれば、コメント欄にもぜひぜひ書き込みしていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。